和2年度に生化技術科を卒業した大鶴香です。素材にこだわっていて、新しいことにもどんどん挑戦してて、新作のスイーツを作ってたり、日々のお菓子もより良くなるようにちょっとずつ仕込みを変えたりして、より美味しいものを作るようにしていっているところです。最初は全然できなかったことが、回数を重ねていくごとにできるようになって、前よりお店のお菓子に携われることができるようになっていくことで、そのお菓子をお客さんが喜んでる姿を見て、さらにやりがいを感じます。誰かの誕生日だったり記念日といったイベントを盛り上げたり、日常のちょっとした時間を楽しい時間に変えれるところが魅力だと思います。道具の持ち方や使い方などの基礎を最初のうちからしっかりと学んでいくことができたので、今職場で綺麗にスムーズに作業を進められていると思います。姉がエプロンに通っていて、学校の授業の様子や先生方についての話を聞く機会がたくさんあって、エプロンでだったら自分の好きなことが楽しく学べると思って入学を決めました。クラスの人たちもすごい楽しい人ばかりで、とても充実した学園生活を送ることができました。最初は誰か親とか友達のためになんかお菓子を作って、でそれですごい喜んでもらえたし、褒めてもらって、それからなんかもっと上手くなりたいって思って、美味しいものを食べてもらいたいと思って、お菓子の世界を目指すようになりました。今は自分が任されてる仕事の精度を上げて、もっともっとやれることを増やしていきたいと思ってます。私も最初は全然知識も技術もなくて、本当にパティシエになれるか不安だったんですけど、エプロンに通っていろんなことを学んでできることが増えて、夢を叶えることができたので、皆さんも夢に向かって楽しみながら頑張ってほしいと思います。どれも素材にこだわったおしゃれで美味しくて、とても素晴らしいケーキなので、おじやに寄った時にはぜひいらしてください。